こんにちは。先ほど遠藤からD-Lake Japan キックオフということで、どういうことをやっていくのか、そしてインドでどういうことをやっていくのかということについて、ご説明させていただいたんですけれども、今回インドに同行したこの4人のメンバー、これからパネルディスカッションという形で、いくつかのテーマに沿ってお話をさせていただくんですけれども、それに先出しまして、まず簡単にそれぞれ自己紹介をさせていただきたいと思います。まず私、先ほどそれ国賊ということで散々いじられてました今田純平です。今日来られている方は特に義足に馴染みのない方も大勢おられるということで、きっと想像がつかない方も多いかと思われるんですけれども、小義足というのは股関節から、足がないということで、義足としては、足首、膝、股関節と、3つの関節の機能を持たせないといけない。数で言っても、患者の数も少ないですし、求められる、技術というのも高い、扱うのも難しいというところはあります。そして、数が少ないということでレアキャラとして、扱われております。普段は会社員をしておりまして、システムエンジニアとして働いております。で、この、D-Lake Japan、関わらせていただいたきっかけとしては、先ほど話しあった通り、遠藤と、友人の友人の友人という、ほぼ他人という関係で知り合いまして、話をさせていただいた、その日に、インド行きたいと、一緒に行こうということで、この9月に行ってきたわけですけれども、その報告はまた後でじっくりさせていただきたいと思います。それでは、私はこの辺りでこの辺りで私、大西ひとみと申します。私は、大腿切断、太ももの真ん中あたりでから、切断をしてまして、純平ちゃんの次に足が長い、この4人です足が短いそうですね。で、今大腿義足をつけてるんですけれども、写真にもあったとおり、足が膝関節がもう人工なものでどんどん回ります。普段は私は目黒区役所で働いておりまして、もし目黒区在住の方がいらっしゃいましたら戸籍住民課へ汗をかけてください。それで私は野田純平と陸上の仲間でいつも練習をしているんですけれども、短距離をやってます。で、練習の時にちょっとひとみちゃんインド行くから行かないみたいな感じで誘われて、なんか面白そうだなというふうに思っていまして、で参加をすることになりました。で、実際、インドを行ったんですけど、ちょっと自分が想像してたよりも大変な状況だなと思いました。ちょっと私も何ができるかまだわからないんですけれども、何か自分にできることがあったらなと思って今参加してます。こんなところで私は失礼します。先ほど画像にも出てたんですけど、会社役員の私は、小義足、大腿義足、硬い義足、膝から下の切断で、私膝が自分の膝です。で、こういう義足を履いていて、で、そのインドに行くきっかけもひとみちゃんから誘われて、私は最後の最後まで渋りました。一度海外遠征でインドに行ってるんですけれども、その時に体調を崩しまして、それ以来もうインドはもうコリコリだということで思っていたんですけれども、ちょっと彼女の熱意に押されて行ってきました。でも行って本当に良かったなと、いい経験ができたなと、そういうふうに思っているので、これからいろいろ説明があるんですけれども、その中でそれを感じていただけたらなと思います。はい、こんばんは、高桑咲です。私は今、自己紹介していただいた高田さんと同じ硬い義足で膝がある義足ユーザーです。と、私は現在、慶応義塾大学総合施策学2年で、体育会の競走部に所属し、陸上競技
にの短距離毎日励んでいます。で私は、最初は遠藤さんに半ば強制的にインド行こうよって言われて、私9月にロンドンパラリンピックに行ってきまして、そこの日程がその遠藤さんにインドいいですけどいつ行くんですかって言ったら、計算してみると私がロンドンから帰国して3日後とかだったので、いやちょっと厳しいですって言ったんですけども、その機会にもなんか呼ばれて、なんかなんとなく行く流れに仲間強制的だったんですけど、まあ、行くと決めたのは自分の意思なので、遠藤さんのせいにはしません、はい。で私もインドは初めてで、すごくドキドキしながら行って、その発展途上国の、義足事情であったりとか福祉の事情というのを実際、自分の目で見てきて、ぜひ今の自分に何ができるかわからないですけども、何か私のできることがあるのならば何か探していきたいなと今思っているところです。素敵なお兄さんお姉さんと一緒に、はい、頑張っていきたいなって思います。はい、ありがとうございます。では、最後に先ほど遠藤の方から遠藤の、プレゼンの中で、障害と障害という話が、出てましたけれども、障害の障害、害の字、ひらがなを、当初使っていたんですね。それに対してちょっと自分は前から違和感を感じていて、その障害っていうものをなんかオブラートにくるんでできるだけ見えないようにするんではなくて、真正面から見つめていった方がいいんじゃないかと、目をそらさずに行った方がいいんじゃないかという思いを前から抱いてまして、で自分たちが主体となって活動する団体の団体で使う言葉としては、害ということを場をあえてひらがなを使わず障害とストレートに使っていこうということを、このメンバーの中で話し合いをして、その言葉で通していきたいと思います。このことに関しても、さまざまな感じ方をされる方がおられるのも事実で、そういった方のご意見はどんどん私たちも聞いていきたいと思いますので、そのことに関してもご意見などはございましたらどんどん言っていただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは、引き続きまして、パネルディスカッション Q&A ということで、もし何か気になるあるいは、気に入らないということがあれば途中で話を遮ってでも発言をしていただければと思います。それでは始めさせていただきます。まず、9月ですね、9月、まずジャイプールに入りました。まず旅行の日程としては、私と遠藤が1週間、土曜日に出発をして、土曜日、日曜日に翌、次の週の日曜日に帰ってくるというスケジュール。そして、この3人に関しては、土曜日に出発をして、月曜日に帰ってくる。移動の時間を考えると、実質1日、あちらのクリニックが日曜日お休みなので、実質月曜日しか制作期間がないという、そういう中での、今回、義足制作になりました。まずこちらが、ジャイプールフットの本部、もちろんジャイプールという都市にある、施設になります。結構綺麗ですね。でこれが結構衝撃的だったんですけれども
その施設にこういう像が立ってるんですね。松葉杖をついて片足の像が立ってる。日本じゃありえない。まず見たことがない光景にまずこれにやられました。そして、義足の製作施設ということで壊れた足、まあ、失敗した足等々、まあ、そのあたりに転がってます。ゴロゴロがあってます。そして、我々、ここに到着しました。これは遠藤さんの後ろ姿と、右が夢の扉の人ですね。これは宗教、宗教施設、ジャイナ教の、施設の、ジャイナ教の団体が、運営をしているジャイブルフットという組織なので、このジャイナ教の施設の中にあります。車椅子なんかも落ちてますね。これは訪問もできるみたいです。で、車椅子なんかも使ったりします。これは足こぎ、これ手こうやってくる、手こぎ車椅子が作ってるみたいで、ね、たくさんありました。で、ここからが不足なんですけれども、これ何かというと、これとセットですね。ここで何やってるかというと、足のこれを作ってるんです。足の部分、この足と言われてる足の部分、手作りです。型にゴムはめて、それを熱して冷やして、こういう形になるんですね。ちゃんと指の股まで再現されます。これは熱しているところです。で、一応ですけれども、平行棒、階段、これは義足関係者、リハビリ関係者のおなじみのものだと思いますけれども、一応あります。で、患者さんが自由に好きな時に利用して、リハビリというか、まあ、歩行訓練をするような光景が私たちがいる間でも見られました。指導をしているような、指導してくれる人はいません。日本で言えば理学療法士の方が、補助として、歩き方であったり教えてくれたりするんですけれども、そういうサポートはここに関しては一切ないです。こちらが工房ですね。石膏の方がいっぱい立ってます。で、患者さんが集まり出してきました。結構数がいますね。この人は本当に自慢げに、俺こんなポーズできるんだって別にもう褒めてなかったんですけど、私たちの、ひとみさんがその足をくるくるやるところに、俺もできるぜって感じで突然、なんかあぐらをかき出して、なんか、ね、私もできるしみたいな。そうそうそう。これは難しいポーズなんですか？いや、硬い義足にとってはそこまで難しくはないはずです。はい、なんか大体義足に挑んできたみたいな。こういう人膝あるんで、硬い義足でね。腕も得意で。両足。これ両足。両足も多かったですね。両足の硬い義足って感じですね。しっかり、まあ、杖はついてますけど、一応歩いてますね。これも工房の様子で、機械が並んでいます。削ったりする機械ですね、これは。これが一応洗い物なんですね。義足って角度が非常に重要なんですけれども、これはまっすぐに吊るして、その角度が正しいかどうかの調整をしようとするための機械です。まっすぐかどうかだけでしたか、これは。です。人いっぱいいますけど、どの人が作ってる人で、どの人が開けるのか。ここでもほぼ手前にいる3人は作ってる人です。こっちもここ映ってる人は全員作ってる人ですね。お数はいます。基本このなんか作ってるところに近いところにいる人が作ってる人なんだろうなって認識が見えました。一人の人がずっと同じのを作ってるんじゃなくて、みんなで作ってるみたいな。
多分基本、うん、多分私たちの作ったのはもう専属で片取りから最後まで群がってる。一番左の人は私の義足を作ってくれました。その右にいる人は自分の義足作った人です。あ、その後ろにいる人は私の義足を作ってくれました。これは削ってますね、ソケットを。あ、そうか、はい、このソケットの中を削ってるんですけれども、ガラスの破片で削ってました。後で写真あるんですけど、それは樹脂ですか？そうですか、これは樹脂です。インカビニウム、この樹脂、まあ、単なる筒なんですけれども、その筒を後ろのオーブンで温めて柔らかくなったものをここら辺に立っている石膏にガバッとかぶせて、はい、それで出来上がり。そんな感じです。これなぜか私の写真が挟まりましたね。なぜか得意です。いや、これはインドに降り立って純平さんが初めてしたお買い物のズボンを履いてちょっと得意げにしてたんで入れた、入れました。250ルピーぐらいです。ひとりさんが外装を取って登場。はい、まだ回してください。これは私が個人的にすごく、多分この人大体義足なんですけど、膝のフォルムが綺麗だなって思って写真を撮りました。どういう構造になってるのかちょっとよく分からなかったんですけど、これが、遠藤さんが作っていたエグゾニーを現地のエンジニアたちが組み立っているところですね。何か補足ありますか？ないです。これ後でどうしましょう。外装取っちゃいましたね。あ、ここから型取りです。これ型入りそうです。
で日本だともうあの上 の, あのお尻ぐらいまで取るんですね。あのぐるぐる巻いて形を取るんですけれども、ここはもう時短テクニックを使っていて、あの上のちょっとあのし何ですか、肌色の部分、これがもう出来合い の, あのソケットみたいになっていて、もうできてるのを集計を図って、あのじゃああなたはこれをちょっとはめてみてって言われてはめて、上の部分、あのお尻の部分はもうできている型を使う、それより下の部分を型を取って、あの、まあ、オーダーメイドで作るっていう、あの時短テクを使っていて、とてもびっくりしたんですけれども、これが私の型ですね。それは再建が終わって、まず最初に自分の遠足と合う側部パーツを持ってきたんですけど、そうですね、最初に私たちがここに入って、最初にその側部を作る工場を通って中に入ってきたんで、ああれだみたいな感じで、はい、今こんな感じで呼ばれてますね、石膏で。ソケットを造形してるところですね。さっき取った型に石膏を入れて、これ結構流し込んでるところですけども、あの足の形を作ります。でその足の形ができできたら、それをさらに少しフレッシュな、足の形そのままだと義足が脱げてしまうので、少しもプレッシャーかけたりとか、ここは逃がしたりとか、そういう修正を加えているところです。これ日本ではどうや何を使っているのか私わからないんですけれども、ここでは石膏を網を使って削ってました。モデル修正の仕方は同じですね。女性のミストでしたね、いらっしゃって、はい、こんなふわふわした格好で石膏を石膏だらけ大丈夫なのか思っちゃいましたけど、これが、その樹脂を先ほどの型に上からはめているところですね。オーブンから出したばかりなので、多分ものすごい熱いんだと思うんですけれども、彼らは頑張ってました。かぶせて、まあ、この状態多分すごく熱いんだと思います。頑張って、貯金。はい。感じですね。なんかコメントありますか？これはさっき遠藤さんの、画像でも歩いてた女の子ですね。この数日間は待ってたんですよ。結構患者さんが来るスピードに作るスピードが、それでもいくら時短テクを使っても追いついていなくて、常に人であふれかえってました。何日か待ってる人も、中にはいました。ずっといる人もいましたので、多分私たちのせいで何泊かオーバーして止まることになっちゃったんじゃないかなと思って、ちょっと申し訳なかったんですけど、こんな感じで私たちが歩いてるだけというか、まあ、ひとみさんがその膝の部品とかをすごい多分インドでは考えられない、見たことないような多分高級なものをつけていたんで、すごく興味深く人が集まってきましたね。でなおかつひとみさんはくるくる回すで、私たちの義足もその、ワンタッチで私たちが履いてるのは外せる、まあ、プシュピン式なんですけど、ピン式の義足でボタンを押せば
外せるっていう義足なんで、それはインドの人たちはすごくなんか素晴らしいというふうに、すごく興味を持って見てくれましたね。まあ、そんなにましたね。有名人人気者そんなに人だから一緒大道芸人。そう、大道芸人だったみたいなので、観光に来てた白人のお兄さんはパフォーマーがいるぞみたいな感じで周りの人呼んできたりとかして、人だかりができてました。結構日本でも日本ではちょっと惹かれちゃったりするんですけれども、世界では通じる人にされました。これはインドで通った人ですね。あ、これ自分が型取りしているところですね。小規則でも型取りの方法は基本的にはそれほど変わらないです。これもさっきも見たからいいと思います。これなんですか？こんなメモが至るところにあったりして、まああんまりその全体的に見たら作り方というのはやっぱり変わらないんだなという印象を受けた、これはメモですね。少年この子もずっといましたね。この子も両足あるんですけど、まあ、誰かの関係者なんだと思います。人がごった返してます。これはお昼の後、本当に人がごった返して、そう、ぐちゃぐちゃなんです。誰だ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 。この座ってる人たちは大体あのもうすぐ出来上がる人たちだったのかなと思ってます。まあ、ここでも義足が転がっていて、まあ、こういう風景は日本でも見られますね。どこでも一緒なのかなっていう。まあ、これがさっき言ったガラスの、ガラスで、ね、これですね、ガラスの作品で、でもありました。そうですね、義手も、まあ、この施設が作っている。装具も作った。そうです。こんなんですか、握るところはなんかどっちでも、え、どっちでも OK また女性ですね。これは何ですか。多分あの、装具つける前だと思う。長さ見せます。あ、これは装具をつけている人たちですね。この装具もここで作ってます。これはちょっと違うタイプの膝ですね。四軸タイプ。この膝、この施設で削り出しからやって自作している膝だそうです。こんな感じで、あの、勝手に皆さん方向練習をしていました。これさっきのとは違う待合室なんですけれども、こっちにも人が溢れてます。やっとできてきたやつですね。肩が出来上がってきたところですね。片足の、あの、段差合わせて速度をつけて出来上がりっていう段も並べてみました。まあ、日本の義足が一本というのは左のなんですけど、まあ、こんな風に。違いがおきりとしてますね。歩いてます。囚われてる。これは何を避けるんですか。あ、なんか遠くを見てます。これは写真ですか。これはあのメディアが
まあ、取材に来てたんですけれども、そこで、まあ、珍しかったんでしょうね。私が写真をいっぱい撮られました。撮られました。いや、すごい。これはメディアが来ていて、何社か来た、こんだけメディア来たけど、あの写真なんであの写真っていう。これはあちらの、代表とドクターが説明してます。女性がドクターなんですね。で、手前の白髪の男性が所長さん。ウチャイプールの、代表です。ますね。で、これは完成した代替義足なんですけど、まずもうソケットが、日本のソケットっていうのは、懸垂、まずこっちはこれ下まで筒抜けてるんですよ。底がないタイプなんですね。で、日本のはきちんと型取りしたまま私の足を覆うようにできているソケットなんで、まずはめた時にもう底がなくてびっくりしちゃったんですけど、で、これ履き方もちょっと今の私が履いているシリコンの、ソケットとは違って、布でまずダウンタウンを覆って、この穴から布を出して、こう私のお肉を引っ張ってこう下にこう布と一緒にこう下まで下ろしていくっていう履き方なんですよ。でちょっとまあ横から布が出てるんですけど、でまあソケットも全然調整してない状態なんで、痛くてちょっとなこう荷重もできないような状態だったんですけど、この義足の付け方は別に日本にないわけじゃない。あるんですね。今私が使っているタイプとは違うんですね。であとですね、この足首もただネジで4点止めしてるだけなんですよ。なんで角度がこのまま歩いてるような感じ。私の足はもう本当はもっとこっちなのにとかって思うんですけど、まあ適当な角度かですね。真下についてるような感じですね。なのですごくそれも歩きにくくて、で一度だけ直してくれって言ったら、一度全部ネジを外してくれて、ちょっとだけこう位置をずらしてくれたんですけど、それでだいぶ、まあ、歩きやすくはなったんですけれども、多分インドの患者さんというのはそういう調整っていうのもされないと思うんですよ。何が悪いのかがわからない。私たちはいつも医師技師さんとこうやり取りをしながら調整を積み重ねていってるので、そういう指示ができるんですけれども、多分インドの方っていうのはもう作って渡されたら多分それでそれがいいと思ってしまうというか、だからそのまま履いて帰られるわけなんですよ。これは結局布は出しっぱなし、これなんか出す、みんな出してたんで出すもんなんだろうなと思って一応出しといたんですけど、どうしようみたいな感じで、みんな出してたんですよ。なんか多分出すこういうものなのかな。日本では引き抜きます。今では引き抜くんですけど、インドでは垂らす。みんなできたやつですね。いい笑顔ですね。でも高野さんのは結構良かったんですよね。さきちゃんのもいいじゃん。さきちゃんのも、でも私のも日本で作るのとちょっとどうなのかなっていうのは正直あったんですけど、私のを作ってくれた人がその工場のトップの人だったんですね。なので仮合わせの時点でこことここが当たるっていうところを言ったら、まあとりあえず歩ける程度のものにはなりました。で歩けたんですけど、段々袋に慣れていないので、今私もシリコンで履いているので、その歩きにくさがちょっと最後には出ました。私はもうこの時点でだいぶ痛かったです。なんか私の作ってくれた人はって感じの言っても通じないんですよね。ヒンドゥー語ですけど、なんかで膝の下の部分に圧かけてへこみを入れなきゃいけないはずなのに、膝のお皿に思いっきり当たってるんですよ。膝の上に指を仕込んでくるんで、いやもっと下って
やって言うの OKOK みたいな感じで、インドの義足はこういうものなのか、履いたらなんか変わるんじゃないかって思って、そういった信用したのが間違いだったのかもしれないですけど、すごい痛くて、私もそのシリコンで普段履いてるんで、あの布を簡単に直接履くっていう義足が、仮義足の頃はこれと同じ二重ソケットのでベルトで留めるタイプだったんですけど、もう本当に何年ぶりかに履いたタイプなので、痛くて大変でした。日本でも下手っぴな義足師さんいらっしゃるし、どっち見てんだろうとか、まああの、まあ、下手じゃないんだけど、あの、まあ、義足会社によって作るところによってソケットの形も微妙に違ったりもするんだよね。だから押さえるところも義足師さんによってちょっと若干違ったりもするっていうのはあるんですけれども、痛いのにメディアの人に何度も歩かされて、何億もね、もう嫌だって言ったんですけど、いいからいいからみたいな感じで、もうこの時点で多分私たちヘロヘロだと思うんですよね。結構無理やり笑ってる感じ。これも多分なんかの取材中かな。これは最後に外を歩かされたとか。そうですね。全部撮ってる。最後の最後に外を歩けと言われてる。裸足で、うん、裸足だった。他の人は基本みんな裸足ですか？いや、サンダルとか履いてますよ。あ、でも女の子は裸足かな。とにかく あっちの人は本当によく義足を使っていて、あの足首が取れて針金でもう足首をもうぐるぐる巻きにこうつなげてまで履いてるっていう方もいるぐらいで、本当に壊れるまで来ないんだなっていうのと、まあ多分来るのが大変なんだと思うし、皆さん遠くからいらっしゃってですね。あ、少年。ああ、これ、まあ、これはよく見たら分かるんですけれども、あのものすごい人数乗ってるのは分かりますね。これ送迎のバスかな。みんな乗り込んでました。みんな足を持って。そうそう、ちょっとこう若干あっち行けよみたいにしてました。乗り切れなくて。明らかに乗り切れてないですよね。で、まだ乗ろうとしてます。多分2日目。ここまでが、1日です。この1日で、この3人に関しては、義足を完成しました。で、翌日、私の義足製作は、まだまだ続きます。これは、基本的にあまり調整はできないんですけれども、樹脂なので、熱して柔らかくすれば、若干の調整はできる、まあ、時間はかかりますけれども若干の調整はできるので、あの無理を言えばやってくれます。自転車乗ってるんですよ。すごいですよね。ここからニューデリーに戻りましたね。2日目、私の義足はここで一旦、ソレイキック義足で流れたように一旦完成して、そしてちょっと固定膝に納得がいかなくて、まあ、誘導膝に改造してもらうべくニューデリーのクリニックに移動をしました。ここは厨房です。キッチンなんかもあって、あのご飯を出してくれます。結構美味しかったです。カレーですか？3食全部カレーだと思います。カレーでしたね。で、ここは何でもない広場のようなところなんですけれども、ここで歩く練習をしていただきます。ここもまたすごい人で、さっきのジャイプールの本部で、そこが一番患者さんは多いんですけれども、こちらのニューデリーのクリニックも、毎日かなりの数の人が訪れていて、こうやって順番を待っている。
という状態がずっと続いていました。でこれは私の、改造後の二足で歩いているところですね。ぶっちゃけかなり大変でした。めちゃくちゃ怖いです。写真は多めに確保してありますよというのも誘導の膝、要するに曲がる膝にしたんですけれども、日本で使っている部品なんかだと、圧力を調節する機構があったりして、ある程度曲がった状態でも体重を支えられたりするんですね。ただ、こちらで使っている膝は、そして今回私の義足につけられた膝は本当にただの蝶つがい、何の抵抗もなくただの蝶つがいなので、下手に体重をかけるとそのまま崩れ落ちる、そういうものなので非常に怖かったです。映像でも純平さん普通に歩いてたし、この写真でも歩いてるように見えるんですけど、これで歩くってなかなかすごいことだと、すごい勇気だと思います。ちょっと怖いと思う、うん、ちなみにソケットが痛いという話もありましたけれども、このソケットもかなり痛いですがまだ笑ってます。精一杯のようです。精一杯のようです。決め顔、どうやら。どうやら歩いたぞっていう顔ですね。いや、長らく登場しなかった遠藤さんですね。今回、大変お世話になった遠藤さん、はい、お疲れモードで、初日のかなり後半のあたりで、お疲れモードで、お疲れ様でした。ちなみにこの工場を見ていただいて、そのあまり義肢製作とかご存じない方は、こんなところで、こんな広いところにいろんなとこを置いて、患者さんと義肢装具士が入り混じってやってるのは、なんかどうなんだみたいな思われる方いると思うんですけども、日本にもこういうとこあります。私の作ってるところ、私が義足を作ってもらっているところは、こういう広いところにテーブルと機械が並んであって、そこに患者もいて作ってもらっているところはあります。こういう感じで、ここまで何ですかね、なんだろう、汚くはないって言っちゃったんですけどごちゃごちゃした感じじゃない、もう少し整理されていますけど、でもこういう義足製作所も日本にはあります。もう一個、義足さんがたくさんいらっしゃったように見えるんですけど、私が聞いたところによると、1日60人に義肢装具をもうその日に渡さなければいけない、大変過酷な状況 でこの人数 でもうその日に渡すということをやってらっしゃるし、お金もない中やってらっしゃるので、とても工夫はされていたんですけれども、私たち普段調整もたくさんやってもらえてるので、やっぱりちょっと調整もちょっとしていただけたらなというふうに思ったんですが、でも義足さんは本当に頑張ってますよね。で、一発目に履いた感触としては、一発目の割にはちゃんと履いたっていう感想なんですけども、本当にアライメントが良ければいいのに、そうか、そのぐらいの、もう何回かやり取りをきちっとして、日本のように時間をかけてやれるような環境がもしあるんであれば、そんなに悪いものでは多分ないんだと思うんですけども、残念ながらそういう状況ではないということですね。インドの人はそういう状況で帰っていって、なんとか我慢しちゃうんですか、それともやっぱりどっかで修正してもらうんですかね。いや、我慢しちゃってますよね、遠藤さん。はい、はい、で、その持って帰った義足が実際どこまで使われているのかというのも、正直わからないという状態です。すいません、これ1日60人に納品って言ってましたけど、作り手は何人ぐらい、何人だろう、江戸さん何人いるか分かりますか。20人弱、20人弱、もちろん装備も入ってますけど、はい、
すみません、質問なんですけど、あのさっきから痛くて歩けない、痛くて歩けないってことが多かったんですけど、痛くなかったら歩ける不足、うん、どういう意味、痛くなくてアライメントよければ歩ける、歩けます、歩けます、はい、自分に関しては平地であれなので、坂道とか階段とかでここの道になると、まあ、まず歩けないなというのが感想です。多分ね、膝下切断はいけると思うんですよ、関節がないからね。だいたい肋骨関節は膝の関節がやっぱりある程度機能がないと、ただの振り子みたいだと坂だと転んじゃうんですよ。ソケットは、まあ、自分で布を入れたり、中には藁を入れたり、そういうので日本人でもいますからね、中にいると。でそうすると結構履けちゃいますね、要するに痛くなってきて、自分で工夫する。とにかく長い時間つけてるとどんどん痛くなってきてしまって、私と高田さんみたいに普段からシリコンを使っている場合は、多分特にそのランタンがデリケートに出来上がってしまってるんで、その布がある、ランタンに布が直接触れているっていう状態がなんか続くのがとにかく痛かったんで、それがあの歩いてることによってピストン運動で布と肌が擦れてしまうんですね。それでちょっとこう痛みを感じてきてしまうっていうのが違和感の原因でもあって、あとはまあ痛いところはね、特に当たるところがなければ歩けるのかなというふうに感じました。これは本当に最後に振り絞ったよ一番最後、はい、1日目の最後、多分終わったってやつです。あれいいですか、これ以外にハイディカの義足ってあったりするんですか。ここの施設ではないんですけれども、インドの国の中ではあの私たちが履いているようなあの義足も扱っている、あの義足装具製作所がきちんとあって、義足装具師さんもあの学校があるので、きちんとそういうところに出られて、あの、まあ、私たちと全く同じ環境で義足を作れるというお金持ちの方もいらっしゃいます。ここに、来るの、この施設に来るのはそういった形で、義足を作ることができない、いわゆる貧しい人たちがここに来て、まあ、無料で義足をもらって帰っていく。で私の代替義足なんか大体100万円弱ぐらい上から下までかかるんですけども、これは大体20ドルでしたっけ、20ドルぐらい、この義足は20ドルで、しかも1日で作ってもらえちゃうっていう、原価が20ドルという話で、あの患者からお金は取ってません。作ってる人たちはそういう学校は出られてないかったんですか、それともどういうか。あのダイプルフットって独自の会議なのがあって、ダイプルフットの中で研修を受けた人が各地でダイプルフットのメインで勤務をしてます。インドで義足とか装具作る場合の法的な補助はありますか。ないんですよね、あの例えば公務員とか軍人さんに関してはあります。一般的にはないです。アメリカと同じような感じで、多分あの普通に裕福な家庭は自分たちで保険を出してそこから補助されるというケースが多いみたいです。はい、まずここまでが、今回行った、インド滞在、インド訪問の、報告になります。この今回の訪問を通じて、まあ、今後この活動をどのように展開していくのかということについて、このようにさまざまなバックグラウンドを持った方が、お集まりいただいているので、いろいろご意見と伺えたらと思うんですけれども、まず、今回訪問を受けて、まあ、感じたことは、まずはその質を向上させたいなということをまず感じました。というのも、まあ、自分たち、まあ、普段日本で質の高い義足を履いている、それに比べるとやはり
まあ、早いとはいえ、まあ、この義足で、まあ、数年間過ごすということになると、まあ、かなりきついものがあると思います。で、どういうふうに質を向上させていくのか、まず今回の訪問で、作ったものを自分たちが使ってみて、その経験を あちらのジャイプルフットにフィードバックするということも、まあ、考えているんですけれども、多分インドの患者さんはここが悪いとかっていうのは分からないと思うので、私たちから感じたことがをこうフィードバックさせて少し良くなるかなと思いますけど、あとトラッキングする仕組みというのも欲しいですね。結局渡したものがどう使われているのかわからないということは、インドの患者さんたちからのフィードバックというものも全く受けられていない状態、使ってないかもしれない、使ってないかもしれない、壊れてしばらく来てないだけかもしれない。すみませんけど、さっきほら所長もいるし、ドクターが一応いて、でなおかつ施設としてはかなり立派ですよね。機材も結構、工具も揃ってるし、で職員もいるし、まあ、いないのはセラピストで教える人がいなかったり、でも例えば所長とか医者っていうのはもうちょっと世界を知ってるわけじゃないですか。で今みんなが言ったような、要するに足らない部分とかっていうのはある程度はもう歴史の中で分かってると思うんですよ。でそういうリサーチとか でもそれを現場でまだできてないってことは、それ以上に多分その日に欲しい人っていう、数をこなすところに意味を今見出してると思うんですよ。だから、よくしようと思ったらね、世界がやってることをもっともっと取り入れればいいんですけど、それができてない理由っていうのがきちんとあって、それは要するに人が今にも欲しい人がたくさんいるっていうことだと思うんですよね。ただ今言ったようなことは多分向こうのスタッフも、まあ、子供じゃないですかね、かなりもう要するに次の段階の、要するに どうやったらよりそのジャイクルフトがより要するに快適になるだろうか、ね、丈夫になるだろうかっていうのはある程度は構想みたいなのあるとは思うんですけど、中には問題意識を持っている、人も、何人か実際お話しすることもできましたし、まあ、遠藤と引き続きの連絡を取り合ってやっている、前から連絡を取り合って、まあ、連携をしていたんですけれども、まあ、それはこれからも引き続きやっていく。私がさっき写真に出てきた女性のドクターに言われたのは、とにかくこの施設には、50人、60人の患者が毎日やってくるんだと、それでこれだけスピーディーに義足を作れるっていうのはここしかないみたいな感じで、でその話の印象を受けた感じではやはり数をこなすことに今、まあ重きを置いているというか、そこに集中しているのかなという印象は受けました。確かに足がないとなんか仕事も見つからないという現状もあったりするようで、やっぱりないよりはあった方がいいというのがあるのかなというふうに私は印象を受けました。義足のライフタイムってどのくらいなんですか、一般的に。大体寿命っていうんですか、それは多分使い方にもよる、日本は一応5年ぐらい、ね、そうですね、最長で日本はそうですね、けどまあ5年より実際使えたりとか、あとまあすぐ壊してしまう人もいますよね。使い方によって、活動レベルも違いますし、ただこのインドの義足は結構壊れやすいというふうに私は言われましたけれども、僕のインストラクションは壊れると本当に崩壊するまでは2、3年使い続ける人が多いんですけど、ひびが入るとか、そういったレベルのことは本当に1年以内でよく目にします。そうですね、自分もこの義足をつけて歩き始めた
最初の頃、日本の義足と同じような体重のかけ方をしたらとやめろって言われました。そうなの？インドの義肢装備士さんのアライメントのテクニックとかその知識とかっていう面では日本の義肢装備士さんと比べてどうですか？私の場合は硬い義足っていうのがあるかと思うのと、あとその工場のトップの人が作ったっていうのもあって、私はこことここが痛いからこうしてほしいっていうのを、まあ、遠藤さんを通じて言ったところ、それが治りました。でただそのやっぱり歩くときにその段々袋であるっていうことと裸足で歩くということと、自分のいつもかける体重と違うところに体重重心が落ちるので、その歩きづらさはありました。ひとみさんとこう足元こっちだよとかって思ったって言ったじゃないですか。ああ、はい、その辺とかは向こうの人は、まあ、知ってて直してくれないとか。いや、一応だから私はこことここ直してっていうのを言ったんですけど、これって限界があるんですよ。あんまり調整ができないような仕組みになっているので、日本の義足のように私が思う通りに調整ができるというものではないので、まあ腕の問題もまあ多少あるかもしれないですけれども、それだけではなくても、まあ、構造にも問題があるので、そうすればより良くなるってことは知ってるけれども、できない、まあ、できないっていうのもあると思います。ただ、まあ、アライメントとか日本でも昔のアライメントで歩いてる人いるので、もうパッと見て分かるんですよ。よくできてる。で多分ね、勉強はしてますね。で前から見て横から見て基本的には結構よくできてる。あとはその一個一個の機能と調整の幅がないので、ね、あとは多分その利用者のユーザーの、まあ、吸い上げるとか そういう間が歴史がないので、ね、多分ね、だからそうです。本当に腕はその一発でなんとか履けるぐらいにはしてくれてたんで、やっぱり一日何十本も作ってらっしゃる方なので、本当に腕は悪くないのかなとは思うんですけども、まあ、残念ながら本当にこの調整ができるようなものではないので残念ですね。私はこことここが痛いって言ったらこういうもんだって言われました。多分高田さんがその痛いとかそういうふうに思ったレベルと多分同じようなことを言ったはずなんですけど、義足師さんはオッケーして、隣にいたドクターがもうこういうもんだって言われましたね。そんな難しい質問してないもんなんですけど、プロの方は結構我慢しちゃうんだと思うんですよ。だからあんまり義足師さんにこう言うっていうことが多分おそらくないので、まあ、義足師さんとかドクターもまあこういうもんだっていうところに必要じゃないですかね。そうですね。自分なんかだと、まあ、このソケットここがものすごい細いんですけど、これ日本の普通に作ってもらうとこれ義足ここの幅倍ぐらいあるんですよ。でここって、まあ、義足を長い時間履いていて、最も痛くなる部分の一つで、それだけ幅を広くして圧力を逃がすということをやっていると思うんですけれども、そこに対してちょっとこの細さで来るというのはちょっとどうなんだろう、どういう意図があってこの形になったのかというのは自分のケースについてはわからないですね。多分あえてひょっとしたらですけど、調整できるようにすると実は調整って意外と時間がかかったりするんですよ、モデルさん、患者さんと接してるとき。調整できるようにすると、それだけ時間がかかるので、制作スピードが遅くなるので、そこを重要視してなくて、はい、これ終わり、これで調整できないから終わりって言ってる感じを、なんか見受けられる。泣きでしょ。私も1回だけ調整してもらったんで、それぐらいで。あんまり何回もやってもらうっていう気持ちにもちょっとかなって申し訳ないというか、やっぱ私たちもただで無償で作ってもらってるんで、そんなにはね、そういう雰囲気ではない感じはしましたね。私たち言葉通じなかった、特に。確かに。それを全部遠藤さんが通訳をして、さっきの写真に最後になったっていう、もう分解状態というか。そうそうそう。
多分ね、日本のね、70年ぐらい前の 戦時中ぐらいの感じですか。で、その頃は義士を兵隊さんが将棋軍人がもらうと、もう無条件ね、血が出てもそれはお前が悪いんだっていう感じで、とにかくいただいたことに対しては文句を言わない、あとは自分で工夫して入ったりする、ね、だから要するに利用する人の要するになんだ障害者福祉とかさ、そういう福祉概念がまだないんだよ、ね、社会に。もらう人からしたら多分すごく喜ばしいことで、その見てからなんだよこれなんて感覚ないんだ、要するにすごくありがたくて、まあ、中にはほらすぐ売っちゃって2本目またもらいに来る人もいるんだけど、基本的にはすごくそのね、ありがたくもらうと思う。だからまだそういう福祉とかね、その一人一人の心までこう満たすようなそういうものではない。ただ一方でお金があれば同じような私たちと同じような義足を履ける人も同じ国内にいらっしゃるわけで、なんとかもうちょっとできないかなと思うんですけれども、具体的に私たちが何ができるかというのも実はまだあまり見えていなくて、今日この後皆さんとまたゆっくり話せたらなと思います。じゃあありがとうございました。